皆さんこんにちは、あっこにおまかせでおなじみの和田アキ子さん。和田アキ子の番組あっこにおまかせが、ご報道により批判について紹介します。まずは和田アキ子さんの経歴とプロフィールから紹介します。和田アキ子は歌手およびタレントであり、1950年4月10日に大阪府で生まれました。天王寺区にある大阪市立真田山小学校を卒業後、私立常生学園中学校に入学しました。そのまま私立常生学園高校に進学しましたが、父親が勝手に退学届を出したため在学期間はわずかに3日間で中途退学となりました。和田アキ子は小学5年生の頃に洋楽に憧れを抱き、15歳の頃からジャズ喫茶やゴーゴークラブで歌い始めました。174cmの長身から発せられるパワフルな歌声は評判を呼び、ホリプロ社長堀武を直々にスカウトされました。当時はグランプリズというバンドを組み、大阪と神戸三宮で活動していましたが、実際にデビューできたのはボーカルの和田とオルガンの夏のみでした。芸名のアキ子のアキがカタカナなのは、本名の原子が普通に読めないため当時のホリプロの社長がつけたもので、本名は当て字です。彼女はホリプロに所属し、1968年に星空の孤独でデビューしました。代表曲には笑って許してやあの鐘鳴らすのはあなたなどがあります。1985年からは TBS の長寿バラエティ番組あっこにおまかせへの MC を務めています。また2008年にはアメリカニューヨークのアポロシアターで東洋人として初めてソロライブを行うという偉業を達成しました。音楽活動以外にも永谷園やリーブ211の CM に出演し、テレビやラジオのパーソナリティとしても活躍しています。和田アキ子は芸能界のご意見番として知られ、多方面で大御所としての存在感を示しています。7月7日に行われた東京都知事選挙で小池百合子氏が圧勝しました。その同日、和田アキ子氏が MC を務めるあっこにおまかせで都知事選に関する誤った情報が放送され、 SNS 上で大きな混乱が巻き起こりました。この誤報は投票の際の注意事項に関するもので、視聴者からの批判が相次ぎました。番組ではついに投開票、意外と知らない投票所グッズ雑学と題し、投票に関する様々な雑学が紹介されました。投票箱の材質や中身の様子、公職選挙法で定められている知られざる決まりなどが分かりやすく解説されました。しかしその中でうないりさアナウンサーが、投票所入場整理券を持って行ってください、これがあれば自身を証明する ID カード、マイナンバーカードなどは持っていかなくて大丈夫と説明し、さらにただこちらをなくしてしまった人はマイナンバーカードを持参してくださいと発言したことで、視聴者からの指摘が相次ぎました。実際東京都選挙管理委員会の公式 X アカウントでは、投票時に投票所入場券を忘れても選挙人名簿に登録されていれば投票できますと明記されており、必ずしも投票所入場券を持参する必要はないことが分かっています。このため視聴者からは、もうあっこには任せられないといった批判の声が殺到しました。さらにマイナンバーカードをめぐっては、保険証や運転免許証との一本化が進められていますが、個人情報保護の観点などから自治体からも懸念が出ています。この日の放送では他にも、漢字で立候補している候補者は漢字で、ひらがなで立候補している候補者はひらがなで書かなければならないという誤った情報が伝えられ、番組中に訂正が行われましたが、ミスリードばかりで見るに堪えないという声も続出しました。あっこにおまかせはニュースサイトで、もう終わっていい長寿番組1位に選ばれたりもしている同番組に対する不信感が一気に膨らんでしまったようです。これに対し、元 TBS キャスターで立憲民主党の杉尾秀哉参院議員が X で、私の古巣ではあるがこれは看過できないと批判しました。アナウンサーがアドリブで言える内容ではないし、そもそも局のチェック体制はどうなっているのか、通り一遍の訂正謝罪ではなく、局としてきちんと説明してもらいたいと述べています。
和田氏への出演者の忖度が目立つなどの理由で視聴者からの批判が相次いでいます。アッコにお任せは生放送であり、情報番組の名を借りたバラエティとしての側面が強いため、出演者の発言をその場で確認できる体制が十分に整っていないことが露呈しました。また過去にも同番組は誤り情報を伝えてきた前例があり、信頼性が問われています。その典型が雨上がり決死隊宮迫博之氏とロンドンブーツ1号2号田村亮氏の闇営業問題をめぐる2019年7月20日の緊急記者会見でした。会見で番組がリポーターとして送り込んだスタッフがデリカシーのない質問をして大賓縮を買いました。その質問は、かつて宮迫氏が不倫が報じられた際にオフホワイトとその心情を表現したことを持ち出し、今の気持ちを色で例えると、と尋ねたものでした。これにより宮迫氏の謝罪会見の真剣さが損なわれる結果となりました。さらに2014年には耳が聞こえない作曲家として活動していた佐村郷地守氏の楽曲が新垣隆氏による大作だったことが判明する騒動がありました。この際番組では佐村河内氏の謝罪記者会見を取り上げ、普通に会話が成立と紹介しましたが、実際には佐村河内氏は感音性難聴でありました。この報道の仕方に対し、佐村河内氏本人が聴覚障害者を装って記者会見に臨んだかのような印象を与え、名誉を著しく侵害したとし、て BPO に人権侵害を申し立てました。これに対し BPO は放送倫理上重要な問題があったとして番組に勧告を出しました。和田アキ子氏は番組内で声を震わせて激怒しました。私もびっくりしちゃった。真剣に謝っていたと思う。本当にそれなのに今回は何色でしょう、ふざけんな、と。アッコにお任せ、34年やってますけどね、スタッフがそんなことを聞きますか。でもアッコにお任せって言っちゃったんですから申し訳ございません。なんとあの二人を傷つけたか、心が痛い、不快感を覚えられた方、申し訳ございませんでした、厳重注意します、と憤るとともに平身低頭で謝罪することになりました。現在和田は74歳です。長寿番組としては87年の放送開始から37年以上続いたテレビ朝日系の討論番組朝まで生テレビが地上波放送を終了し、10月から BS 朝日へ移行すると報じられたことも記憶に新しいです。司会の田原総一郎は90歳です。また今年3月にサンデーモーニングを勇退した関口博氏は降板時80歳でした。その一方で報道情報番組系の司会者の勇退年齢を見てみると、小倉智昭が特だねを降板したのは73歳、ビートたけしの新情報7デイズニュースキャスター降板は75歳、みのもんたが県民賞を降板したのは75歳です。番組司会者も後期高齢者と呼ばれるようになる75歳の壁があり、それを乗り越えればもう一踏ん張りできるというわけです。アッコにお任せはその長寿番組としての地位を守るためにも、今後は情報の正確性を確保するための対策が求められます。視聴者に誤解を与えないよう、出演者やスタッフが発言する前に十分な事実確認を行う体制を整えることが必要です。また視聴者からのフィードバックを真摯に受け止め、迅速に訂正や謝罪を行う姿勢を持つことも重要です。さらに番組の放送内容や出演者の発言が視聴者に与える影響を考慮し、デリカシーのない質問や不適切な表現を避けることが求められます。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。